皆さんおはようございます。本日もご視聴いただきありがとうございます。アリオです。今日はこの間ほどいたいろいろの毛糸をほどいん？このててててってほどいて、あ、てててってほどけないのかな。まあとにかくこれを糸にして玉に巻いていきたいと思います。で、先日発覚した私のニットプロの玉巻き機開封動画はまあ失敗していたわけなんですが、アップロードにね、ここで再チャレンジまあでも大したことは言えません。なんてったって私の初めての玉巻き機なわけですから、他の玉巻き機を使ったことはありませんし、でこれを買った理由も、Amazon とかで安く売られている玉巻き機は色が好きじゃないっていう理由で、あとだるまさんの玉巻き機がグレーと白で、まあ、ありな色だったんですけど、なんかレビューを見てたらいまいちだったので、まあやめたという感じですね。あれ、これなんでこんな引っかかっちゃうんだろう。ツルツルってほどけると思ったんですけど、なんだかうまくほどけてくれませんね。で、そうだ、だるまさんの玉巻き機っておっきな方とちっちゃい方があって、値段が1000円ぐらい確か違いますよね。で、そうだ、それでなんか比較してこっちにしたのかも。忘れちゃった。で、今日私朝ごはん食べながらやります。あれ、これほんとほどけないんだけど、なんでだろう。すごい繊維が絡まってるな。なんだこれ。ん？うわ、これめんどくさ。もう私これ捨てたくなってきてしまいました、この毛糸。わしゃわしゃしちゃってるしね。あ、やっと受けた。なんか繊維がお互いに絡まり合って、なんで普通こうやってピッて引っ張れば溶けるはずなんですけど、でも多分思いっきり力入れてやったらちぎれるんですよね、毛糸が。なんだこれ、何が起きているんだ。うわ、急にほどけたりする。あ、でもこれほんと引っ張っちゃって大丈夫かもしれないちょっとヒヤヒヤして見ている視聴者の方すいません。もっと毛糸を大事にしろと言われそうですね。はい、やっぱ糸を紡いだりしてる人からこの様子を見たらきっと、あーあーああってあーあーって言いながら見られていそう。なんでこんなほどけないんだろう。なんでツルツルってほどけないんだろう。変なの。ちょっとこれこっちがどんどん絡まってきそうだから
先に巻いちゃおう。そう、まゆみさんの玉巻きライブ、糸巻きライブかな、玉巻きライブかな、あれ見てたんですけど、皆さんまゆみさんに早い早いって言ってて、私的には今ゆっくり回してますけど、私なんならもっと早くもっと早くね回してますね、普段この間の動画とか。うわぁ、なんでこんなに抜けないのこの列。なんか下はちゃんとすぐにほどけてくれそうなんですけど、この列だけすごく毛糸が絡まり合ってる。あとちょっとだよくちぎれないよな。もうさ、前回の動画で自分で切っちゃったとこですね。あ、いいぞいいぞ、いい具合にほどき始めた。あー、これ見てると私チキンラーメン食べたくなってきます。チリチリのちっちゃい時見た CM でチキンラーメンに卵入れて3分待つっていう CM、まあ、今も同じかな、どうですか。私テレビ見ないので知らないんですけど、そう、卵を落として待つっていう CM を見て、うわーと思って母に頼んでやってもらったんですけど、なんかしょっぱみがマイルドになっちゃってガツンと感がなくなって、味はない方が好きだなって思った記憶があります。ちっちゃい時ね。最近スーパーでそのまま食べるチキンラーメンだったかな、お湯入れないチキンラーメン発見して、美味しいのかなって横を素通りしました。しょっぱそうですよね。一旦巻くか。え、かわいいかわいい、これこういうペットいたらいいのに、かわいいこれ本当はこうやって玉巻きとかする前にスチーム当ててまっすぐにしないといけないんでしょうけど、そんなのはしてしません25日に神田手芸に行って、でこの毛糸足りなくなりそうなので追加で買おうと思うんですけど、このチリチリ毛糸がうまく編めるかわからないから、25日までにね使っちゃいたい。もしこのチリチリ毛糸がうまく編めなかったらもう捨てちゃって玉もう一玉余分に買ってこようかなって思っています。でもな、やっぱりこの間アップロードできてなかったけど、すごくね、この間撮ったはずだったイタリア製の毛糸の玉巻き動画ね、めちゃくちゃ綺麗だったんですよ。その毛糸でニットのバッグを作ろうと思ったのに一回失敗したのでほったらかしになっていますね。
なんだろう、ふた、ん？交差編みっていうんだっけ、交差編みをこうやって三つ編みみたいに見えるように、右、ん？なんていうの、こうクロスを変えて編まなきゃいけなかったのに、三つ編みみたいにこうなるように、あの縄編みだ、交差編みじゃなくて縄編みが、縄編みを2つ編むんですけど、それがね、そう、こうその間に、うん、うまく説明できないな、その間にね裏編みがあって、だんだんその裏編みの幅が狭まっていって、縄編みがくっつき始めて、くっつき始めるとその縄編みが三つ編みみたいになるっていう編み図だったんですけど、私その交差の仕方によってそのねじりが変わるってことに当時気づいていなくて、全部同じね交差の仕方でやっていたら三つ編みにならなかったんですよ。そう、それでやり直しです。全部結構編んでたのに、ラーメン食べたくなってきちゃう、これ見てると。よし、巻きます。早いって言われますね、こう間違いなく。よし、できました。引っ張ってやったから縮れが気にならないかも。まあこれだけでいいかな。どうしよう、これも巻いとこうかな。この毛糸ね、絡まりやすいんですよね。この毛糸何個か余ったな、どうしようかな、もう使わないからな、カーディガンには。すごい気持ちいいんですよね、ふわふわで、なんていうかぬるっとしてるという表現が合ってるのかわかんないけど、気持ちいい。この2玉半で何か作れたらいいけど、なんかあるかな、このカーディガンと一緒に使えるものがいいな。まあってなると私的にはアームウォーマーとかしか思い浮かばないんですよね。他にあるかな、落ちてね、ポジションが変わるとすぐ絡まるんですよ。これで大丈夫かな。いや、なんか嫌な予感。まあいいや。どうして普通に上からやっているのにこのように絡まってしまわれるのか。
必殺適当ほぐし、こうやってこうやって適当にワシャワシャすると勝手にほぐれてくれたりするんですよね。なんかすごくねじれてるな。どうしたらいいんだろう。まあ、なんま長さないからいっか。ほどいていけば。そうそう、皆さん手帳って使ってますか？私文房具大好きで、昔から手帳ももちろんね好きなんですけど、これまでねいろいろ使ってきました。ひどい時には年に3冊ぐらい買い替えたりしていたこともあったんですけど、ここ数年落ち着いてきてしまって、そのそれがまあ結局王道に行き着いてしまったんですが、モレスキンなんですよね。でもモレスキン一つ難点があって、日本の祝日が書かれていないんですね。で今日は動画内で祝日書き足していこうかなとか思ってます。時間が余れば。30分が限度なので、今録画してて18分で、カットも入るからちょろっと、どうだろう。いろんなの使ってもう無駄遣いっていうか、結構文房具の魅力に やられて、いろいろとお金使ってきたんですけど、やっぱ持ち運びやすいが一番大事でした、私にとっては。そうしないと本当もう書かなくなっちゃうので、書かなくてか、うん、でも一回持ち運びやすさを重視しすぎて、あのちっちゃいこんくらいの、こんくらいでここにペンが刺せるゴールドの、どこ製かな、イタリアとかかなのね、すごく素敵なジュエリーのような手帳にしたこともあったんですけど、小さすぎると書くスペースが少なくて、で私 字がまあちっちゃくも書けるけど、気づいたら大きくなってしまいがちで、そのねちっちゃい手帳だとメモが取れないんですよね。でなんとなく使わなくなって、で最終的に一番なんていうかな折衷点、まあかもなく不可もなくの結果がモレスキンだったっていう感じですね。でモレスキンのポケットサイズって言って、モレスキンでっかいのとちっちゃいのがあるんですけど、ちっちゃい方で、でちっちゃい方の中でも、ウィークリーとマンスリーとデイリーと、まあ、他にもちょっとなんかウィークリーの場合いろんな表示形式があるんですけど、そう私はウィークリーに落ち着きました。で今年初めて気づいたのが、あどこにあるかな、で、海外のブランドなので、海外って9月から始業じゃないですか。学校とかもそうだし、年度が9月で切り替わるじゃないですか。だから、7月始まりの18ヶ月っていうのがあるんですね。で今年これに してみました。いつもは1月始まりの12ヶ月のものを使ってるんですけど、あるかな、あったあった、名前書いてあるかちょっと思って見せられないんですけど、1月始まり12ヶ月のものがあって、でもこれね、1月ん
1月いん1年きっかりで終わっちゃうのでインターバル取りにくいんですよね。そうそう、だからあれこれ同じか、あれあ、同じの買ってる、これもそうだったのか、18ヶ月。あ、すいません、これの1個前だ、はい、失礼しました。これも18ヶ月のものでしたね。18ヶ月のと12ヶ月のがあるんですよ。で、私は18ヶ月のを愛用しているということです。そのきっかり1年だとなんかぼーっとしてたりすると手帳の移行がうまくいかないんですけど、18ヶ月だとまあ前後どっちでもいいんですけど数ヶ月余裕を持たせることができるので便利です。で、去年までねここに粘土がか、あー見えないか、まあ破っちゃおう、今日開けるつもりだったから。ここにね見えるかな、あ見える、この粘土の表示がね今までなかったんですけどついてやったって感じ、嬉しい。毎回真っ黒のこの手帳なので区別がしにくくて、で楽天の文房具屋さんとかで刻印サービスがあって、で私そこで名前の表記を入れてたんですけど、あのレーザーでね、でもそう今年からは名前とあと2023とか入れて真っ黒の手帳が棚に並んでも識別しやすいようにしようかなと思ってた矢先、ここに粘土が書かれるようになったので良かったです。そうで、ちなみに今年もね12ヶ月買うか18ヶ月買うか悩んでたんですよ。で悩んでたら8月になってもう1ヶ月ねこれ使わずに過ぎたわけなんですけど、嬉しいことに、1000円ぐらいね安く なるんじゃないですか、あの手帳って使用期限が始まっちゃうともう価値が下がっちゃって、で、ね、安く手に入れられてラッキーって感じですね。1ヶ月分ぐらいこっちで済ませられるので、はい。で、私の一押しはソフトです。ハードカバーのモレスキンもねあって、持ってる、いっぱいは持ってるんですよね、モレスキンノートとかも。ハードカバーのもあるんですけど、ハードカバーねまあ書きやすいししっかりしてるからなんかこう物として素敵なんですけど、でもねこの手帳って私ペンを挟みたいんですよ。これだとね表紙が折れ曲がるのでペンが挟んだ状態で持ち歩けるんですよね。これは最高でした。ハードだと挟めないんですよ。ちょっとこれあの別のノートなんですけど、全然別のブランドのこの形好きで、でもねあなんか中身が見えないようにやるの難しい。こうやって例えばペン挟んだけど閉じないんですよね、ハードタイプだと。わかります、しならないっていうか、表紙に挟んだとしてもそうそうしならないんですよ。だから私は持ち歩くノートに関してはソフトカバー推しです。でもまあこれに落ち着くまでに何回もねこれまで買ったりしてるんですけど、昔はこれ嫌いだったんですよ。なんでかっていうと月刊がめちゃくちゃちっちゃいんですよね。で月刊をね使わないようになってからこれが好きになったかな。昔は
月刊を使っていたから、月刊が大きいやつが好きだったんですけど、だから去年の7月から今日までずっと使ってるこの手帳、こっちはねいっぱい書き込みがあるんですけど、このメモのウィークリー、そうでも月刊は本当何も書いてないです。だから週ごとにこうやって予定立ててっていう感じですね。あとなんか友達からもらった手紙に貼ってあって可愛かったマスキングテープを剥がしてここに貼ったりしてます。はい、まあ祝日書きは後でやります。これとりあえず終わらせます。あれ、ほどいたはずなのにまた絡まった。あっ、危ない、しっかり止めていなかったのか。よし、終わり。やっぱな、この毛糸滑りが良すぎて、毛糸同士の中でも滑り合うっていうか、難しい毛糸だ。動かないようにここに閉じ込めておかないと。これも閉じ込めておこう。何作ろうかな。トップスがこうやっていろんなブルーを袖に加えたわけだから、これもなんかブルーとか重ねて何か作ってもいいけど、うーん、アイディアが浮かばないな。まあレッグウォーマーかな。やばい、30分経っちゃった。30分経っちゃったから、まあここから見る人と見ない人で、まあ、分けてもらって、まあ、皆さん全然見なくていいんですけど、私の新しい手帳の祝日書きに付き合っていただこうと思います。手帳を使ってる方でこだわりがある方は、あのコメントで愛を伝えていただいても嬉しいですいや、私本当にいろんなの使ってきて、あのシステム手帳にお金をめっちゃ使ってたこともあります。あのもう物体として憧れなんですよね。おじいちゃんが使ってたイメージが一番最初かな。まあなんかいろんなところで遭遇していろんなところで憧れてたから、どれが一番最初か思い出せないけど、でもシステム手帳っていう存在が私にはときめき爆発みたいな存在で、でちっちゃい時の漫画チャオとかなんですけど、チャオとかでも年末になると次の年用のシステム手帳の応募者全員サービスっていうのがあって、そういうの買ってもらったり、あとはミスドでなんだっけ、スタンプかなんかを貯めるとシステム手帳がもらえたんですけど、それもねクオリティがすごく高くて、母にもらってましたそう、毎年ついてくるこのシールいらないんですよね。
何使ってんだろうみんな、こんな ABCD のシール。あとこれとかも謎、このスマイルがたくさん入った、これは分かりますよ。このあーでもどこで区切れてるか見えますかね。これは分かるじゃないですか、その日の気分とかで、まあその日ごとに貼る気分シール。でもこれでっかいシールなんですよね。わかるかな、こういう感じのでっかいシールなの。何に使うんだろう。さて2023ボールペンで書くか、どうしよう、シャーペンで書くか。私結構間違えるんですよね、ボールペンを手にすると。ボールペンでいっか。これ私のお気に入りのジュースアップ、これでも水性ボールペンなんですよね。だから濡れたら落ちちゃうんですよ。どうしようかな、鉛筆にしようかな。内閣府のやつを見た方がいいのかな、まとめサイトじゃなくて。よし、まあとりあえず2022年のこの8月も書いとこうかな。これもいらない、この帯。そう、なんかこういうのありますよね、帯の裏にちょっとした工夫みたいな。すごいなんか企業努力が見られて感動するんですが、いらないのでさようなら。去年のね、こっちの今日か、まあ今日は、ま、今週まだこれ使ってもいいんですけど、これはね祝日書かなかったんですよ。だから今年、みんな今日休みなのって思うことが多くて書かなきゃいけないなと思いました。どうしようかな、こっちのマンスリーに書くのもありだけど、ちっちゃいんだよな。次は9月19日の敬老の日ですね、祝日は。今日何日だっけ、これすぐ消えちゃってやだな、スマホの画面。8月20、おメールが届いてる、メガネ完成したらしい。早いな、予定よりも。とにかく今はここ、まあでもやっぱここにこの普段使っているウィークリーのところに書かないと気がつかない可能性があるから、こっちに書いておこう。8月、一応8月分も書いておくか、全部。8月の11山の日、どこに書こうかな、上にしようか。
あれこれ何この太陽みたいな、そうだモレスキン太陽みたいなマークで調べようと思ってたんだ。これなんか祝日の可能性あるんだよな。あー待って、祝日って意味だったんだ。じゃあわかるじゃん、3年目にしてやっと気づくっていう。これなんか各国の、ああ見えないですね、ピントが合いませんね。これ太陽みたいなマークに JP って書いてあって、こっち太陽みたいなマークに TH って書いてあるんですよね。これ各国の祝日だそうです。あれ書く必要なくなっちゃったかな。まあでも一応山の日かどうかは分かんないから、パブリックホリデーとは分かっても。こっちに書くか。じゃあそうしよう、そうしよう。また消えちゃったスマホ。9月19日、敬老の日。23が秋分。10月10日がスポーツの日。11月3日が文化の日。11月23日が勤労感謝の日。あー勤労感謝の日、綺麗に書ききれない。勤労感謝だけでいいや。で元旦1月1日。あ待って、あ間違えちゃったかも。あやばい、やっちゃった。あ大丈夫だ、よかった、びっくりした。違うところに書いちゃったかと思った。2022と2023ちゃんと分けてある、すごっ。あーボールペンだとこういうヒヤッとがあるからやだな。1月、令和5年、まあ成人の日でいっか、成人の日からにしよう。成人の日、2月11日、建国記念の日。漢字4文字以上は何々の日はいっか。2月23日、天皇誕生日。3月21日、春分の日。4月29日、昭和の日。5月3日、憲法記念日。5月4日、緑の日。
そうそう、この5月といえばゴールデンウィークですけど、5月5、子供の日。私ゴールデンウィーク出かけるのあんま好きじゃないんですよね。どこに行っても芋洗い状態なので。しかもなんか海外行こうとするとすごいチケット高いじゃないですか。だからそうなの、そうなのよ。ゴールデンウィークは部屋でぼーっとしてることが多いです。まあでもなんていうか、みんなが休んでる時に自分も遊ぶ、みんな遊んでる時に自分も遊ぶことの大事さも同時に感じていて、います。はい7月17 7月17海の日。8月の11山の日。9月18敬老の日。9月23秋分の日。10月9スポーツの日。11月311月23出た勤労感謝書ききれない。よし終わりだ。すごい、初めて見たかも、この内閣府の祝日の定義成人の日、大人になったことを自覚し自ら生き抜こうとする青年を祝い励ますそうですか。これみんな知ってんのかな。縁起のいい日も書いとこう。一粒万倍日だっけ、あれ読み方合ってた、よかった。私一粒万倍日なのか一粒万倍日なのか毎回その言葉にしなきゃいけないなって時に悩んでいるんですけど、一粒万倍日覚えたっぽい。ちゃんと2023でもな、今年私お財布変えたので多分来年は変えないですね。あれ、お財布以外にもなんかいいタイミングなんでしたっけ。あ、でもいろいろいいみたい。仕事だったら独立開業とか転職にいい日だし、自分磨きだったら何か勉強を始めるとか習い事ダイエットもいいみたい。恋愛結婚は新しい出会いがあるかもしれないし、告白にもいいかもしれないし、プロポーズにもいい。あー確かに一粒万倍日に友達がなんか3人ぐらい結婚していた気がする。お金にまつわること。
ああ、宝くじの購入もいいとされてるのか。あ、でも2023のカレンダーまだあんま出てないかも。あー、意外と多いですね、一粒万倍日って。他の縁起がいい人も合わせるとスーパー縁起がいいから、みんなお財布買うのか。あ、でも3月21日が3つ縁起がいい何かが被るからすごい良さそう。大きな買い物とかするのにも。3月21か、欲しいもの決めとこう。あとは、あ、でも意外と3つも重なる日ないですね。うん、やっぱ3月21が、あ、3月21と3月ん？あれ？これでも再来年だな。2023は3月21日だけかも。まだ早いからあんまりいろんなサイトでまとめてくれてないですね、日程。まあゆくゆくでいいかな。なんかいろいろありすぎるからちょっとよくわかんない。保留にしよう、書かなくていいや。はい、ということでした。これ説明書とか前あった気がするんですけどなくなりましたね。もう捨てちゃおう。こんなね、シリアルナンバーみたいなのも入ってるんですよ、ご丁寧に。あ、これ名前写っちゃってたかもしれないな。後でちょっとつけちゃうか。まあ今日はこんなとこですね。1時間になっちゃう。はい、本日もご視聴いただきありがとうございました。次回の動画でお会いいたしましょう。バイバーイ。